さあ、後半戦ガッチ1戦目です。さあ、ゲロが後ろから繋いで中央を受けて、これはボストプレー。さあ、前にボールを送るが、これはコントロールが乱れて、ビブナシのサイドボールから再開。さあ、浮き球、ここを収めて、前にボールを送るが、これはちょっとなかった、これはちょっとなかった。さあ、黄色のキーパーボール。さあ、これをボール開いて、これはビブナシがカット。さあ、つないでゴール前、シュートは引っかかるが、これを再…いや、どうだ、これはなんとか書き出しました。出ましたね、これ出ました。ビブナシボールでいきます、ビブナシボールでいきます。さあ、中央受けてターン、これは後ろからつなぎ直し。さあ、しかしこれは黄色が引っ掛けて、さあドリブルで前運ぶが、しっかりついて、さあオープンスペース、シュートはどうだ、これはしっかりブロック、危ない危ない。さあ、中央入れて、これは押し込めない、これは押し込めない。キーパーボールでいきましょう。さあ、ビブナシのボールで再開。さあ、これはうまくつないでサイドライン、これは折り返したいところだが、黄色のディフェンスがある。さあ、真ん中割るが、これは黄色が回収。しかしフォローがあって、ドリブル運ぶが引っかかる。さあ、黄色は抜けばチャンスだが、これがこぼれてビブナシ。さあ、サイド預けて折り返しシュート、これは届かなかった、これは届かなかった、ちょっとなかった、惜しい惜しい。さあ、黄色のボールで再開。さあ、狙ってるのはビブナシだが、うまく回避して中央を使います。さあ、このワンツーはちょっと長いか、これはちょっと長いか、惜しい惜しい。さあ、ビブナシの低い位置からリスタート。さあ、うまくボールが入って、これはつながれば、これは出ましたね、サイドからいきましょう。あ、先にキーパー次の方でお願いします。キーパー次の方でお願いします。黄色のサイドボールからいきます。あざます、いきましょう。さあ、黄色はここで受けて、中央使います。さあ、真ん中入るか、これはやり直し。さあ、真ん中受けて、サイドに広げる。さあ、ビブナシはしっかりディフェンスが敷けています。これが引っかかって、黄色のサイドボールでいきます。さあ、以前0対0、静かな展開ですが、1点もぎ取ってくるのはどちらのチーム、これはキーパーがしっかりキャッチ。さあ、キーパーから前につないだボール、さあ、これはどうだ、これがつながってゴール前、どうだ、1つかわしてシュートはブロック、このシュートはブロック。さあ、しかし自分で回収して、ビブナシは後ろから作り直し。さあ、これは黄色のプレスがあって、さあ、うまく取り切って、さあ、これはずれました、これはずれた。さあ、ビブナシのサイドボールでいきましょう。さあ、ラストは3分、ラストは3分。さあ、ここから狙ってきたシュートは引っかかって黄色回収、しかしこぼれ球はどうだ、これは黄色が回収しました。さあ、黄色がドリブル前に運びます。さあ、人数は同数ですが、これをサイドリターンして、いやー、これがちょっとずれたか、これがちょっとずれた。さあ、キーパーボールでいきましょう。さあ、なかなかゴール前シュートまで持っていけない、ディフェンスの熱くなってるこの展開。さあ、どちらのシュートがあるんでしょうか。さあ、これは黄色が中央キープ、うまく前を向きます。さあ、2対1だが、シュート狙ってきたが、これは対応。さあ、まだこぼれて3対1、シュートはどうだ、これもディフェンス対応。さあ、これが決めてきました、ナイスゴール、これをしっかり押し込んできました。真ん中からリスタでいきましょう、いきます。さあ、ここで先制ゴール取ってきたのは黄色チーム、ゴール前3対1しっかり押し込んできました。さあ、サイドにボールを預けるビブナシチーム。さあ、これはドリブルでボールをキープしますが、パスコースはどうだ、真ん中使ってサイド預ける。さあ、こうサイドを受け取って中央フリースペース。さあ、シュートフェイントからのシュートは、これはしっかりコース消していました、ナイス対応。さあ、しかししっかり取り切ってシュートは、これ決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。真ん中からリスタでいきましょう。では行きましょう。さあ、ここで1対1同点に追いついてきました。これは黄色がサイドラインで受けて地を使います。さあ、ドリブル1つ持ち運んでパスからのシュート、これもキーパーブロック、ナイスキーパー。さあ、ビブナシは縦にボールを送ります。さあ、1つまたいでシュート、これが入らず押し込んだ、ナイスゴール。で、キーパー次の方でお願いします。キーパー次の方でお願いします。真ん中からリスタでいきます。大丈夫かな、ではいきます。さあ、ここで2対1とビブナシが一歩リードしてきました。さあ、前線からボールを狙うが、一つうまくかわして、この直しパスはつながらずに、しかし黄色がボールを回収、
これ狙ってたのはビームなしチーム。さあドリブルシュート、これはキーパーしっかりブロック、危ない危ない、これはヒヤリとしました。さあグータッチしてる間にゴール取られてしまいました。これは喜びすぎた、ファインセーブ喜びすぎました。さあ真ん中から行きましょう。さあ隙を逃さなかったのはビームなしチーム、これで3対1。さあ中央を使うが黄色に流れてドリブル運んでシュート決めてきた、ナイスゴール。これは冷静にしっかり決めてきました、3対2と。真ん中から行きましょう。ラストは30秒、ラストは30秒。さあラストは30秒で3対2。さあこれはブロックあってうまく体を入れて、いや残った残った残った、残してシュート決めてきた、ナイスゴール。これは3対3、同点まで追いついてきました黄色チーム。さあ残り時間はあとわずか、あとわずかで3対3。さあ1点取って終わりか。さあゴール前ボールが入るが、このクロスシュート入ってない、入った入った、入りました、入った、ナイスゴール。真ん中から行きましょう、真ん中から行きましょう。さあラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきます。さあビームなしが1点取り返して3対4。さあラストワンプレー、黄色は取り返せるでしょうか。さあ中央ボールを受けて前を向きます。さあここに走り込んだが、これは引っかかった。さあ黄色の、あごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ドリブルシュート、どうだ、決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあ後半ガチ2戦目。さあこれをサイドに広げて浮き球を胸でトラップ。さあこれを優しくパス出して深い位置、これはどうだ、折り返しのパスがゴール前、どうだ、シュートは、これはしっかり決めてきました、ナイスゴール。真ん中から行きましょう、真ん中からリスタで行きます。では行きます。さあ黄色は中央でボールを受けてサイド繋いでいきます。さあこれは広げたボール前に送ります。さあこれはうまく軸足でパスを出して近し近い位置、これを狙ってるのはビブなしだが、こぼれたのは黄色ボール。さあまたいで前に送って、これはどうだ、ビブなしがかき出しました、しかしカバーしてるのは黄色チーム。さあサイドで受けて、これは後ろから作り直し。さあこの長いパスは引っかかって黄色チーム、さあうまく股を抜いたパス、これは繋がらずにビブなしが回収。さあ縦ドリブル勝負、1個止めて、これは冷静に作り直しです、これは作り直し。さあ黄色は前線から追っていきます。さあキーパーからロングボール、さあ繋がった、うまいトラップ、シュートはしっかりニーで2でブロック。さあもう一発、もう一発ナイスシュート決めてきました、ナイスゴール。真ん中からリスタでいきましょう。ではいきます。さあ2対0ビブなしが2点とリードしております。さあ黄色はまずは1点欲しいところ、中央を使ってこれはしっかり股を閉じていました。さあパスコースがあって真ん中受ける、さあこれは優しいパスからクロスしてのシュートはブロック。さあこれは黄色が取り切った前線、さあしかしフォローがないか、ドリブル前運んでいく、折り返し、これは対応、これも対応、しかしこぼれているのは黄色チーム、これがちょっとミスになった。先にキーパー次の方でいきます、キーパー次の方でいきます。キーパー大丈夫かな、では行きましょう。さあ依然ビブなし2対0とリードしております。黄色はまずは1点欲しいところ、さあ浮き球でちょっとスペースに出してシュートはブロック。さあしかしゴール前こぼれてるか、これはかき出してドリブルつないでいく、しかしこれは収まらなかった、これは収まらずにサイドボールをビブなしは選択しました。さあ早いリスタートで前ドリブル抜いていくが、これは体でブロック、あごめんなさい。さあこれ引っかかってビブなしボール、さあこれはどうだ、一人かわしてシュートはブロック、危ない危ない、シュートこれはサイドネット、危ない、はい、仕事で呼ばれちゃったんで、はい、あ分かりました、ありがとうございます。さあギロは中央ドリブル、これはブロックあってどうだ、さあこれは近いところを使うが、これはビブなしがしっかり対応できております、しかしこれは繋がらない、これは繋がらなかった。さあ黄色が受けて前を向いて一つかわして、しかしこれはしっかりとコース読んでおりましたビブなしチーム。さあ残りは2分半。さあサイド際の攻防をサイドに広げます。
さあこれはビブナシは2枚で地上のこれはヘディングでうまく折り返しました。危ない危ないさあキロはなんとか押し上げてきたが狙ってるのはビブナシ。さあうまく体ターンして向き直った。さあシュートはこれはキーパー対応、ナイスキーパー押し出しました。さあキロは後ろからスタート。さあまたいでさあいで広げます。さあこれはビブナシがカット。さあ取り切れればチャンスだぞ黄色チーム。さあこれが繋がったゴール前どうだ。シュートはこれはキーパー対応で先にキーパー次の方でいきます。キーパー次の方でいきます。ビブナシキーパー大丈夫ですか。はいでは行きます。さあラストは2分、ラストは2分。さあこれは2枚に囲まれてるが、さあしっかり取り切ったのはビブナシチーム。さあドリブルで前運んでサイドは繋がらない。これは黄色が回収。しかしフォローがあってビブナシボール。さあ見ましょう。後ろからつないで中央を使う。これはサイドに広げます。さあ縦にボールが渡った。これはシュートコースはしっかり消しているが真ん中クロスを送ってこれはしっかり足でカットしていきました。さあエラシコでサイドに剥がします。スーパープレー、スーパープレーが出ましたゴール前でジグンのさあ超受けてこれはどうだ。シュートはこれはサイドネットでした。惜しい惜しい。さあラストは1分、ラストは1分。依然2対0。黄色はまずは1点欲しいところ、中央を使ってこれはサイドに、これが流れたか、これが流れた。大丈夫大丈夫さあそこ、しかし黄色はなんとか回収。さあうまく運ぶがこれは黄色につながった。これは黄色につながったか。2枚でブロックしてるのはビブナシチーム。なんとか書き出したいのは黄色チーム。さあどちらにボールがこぼれる。さあこれは黄色にこぼれたか。これはファール取りましょうか。これは黄色ボールでいきましょう。黄色ボールでいきます。はいありがとうございます。ではいきます。さあラストは30秒、ラストは30秒、ラストは30秒。さあ中央を使って前向いてシュートコースはない。これは中央を使って振ってシュート。しかしこれはキーパーしっかり足で対応。危ない危ない。さあカウンターしたいのはビブナシチーム。しかしこれは一旦ボールをつないで後ろから行きます。さあキロは前線取り切ればチャンスだがキーパーがうまくかわして縦にボールを運びます。さあこれは黄色のカットがありました。さあうまくかわしてどうだ、ゴール前。いや戻りが早いのはビブナシチーム。さあこれ中央をつないでシュートコース、これもブロック、これもブロック。さあなかなか1点もぎ取れないのは黄色チーム。さあこれもなかった、これもなかった。さあラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます。ラストワンプレー、キーパーからラストワンプレーでいきます。ラストワンプレー。さあこの長いボールが入った。さあビブナシはさらに1点広げたいところ。ラストワンプレー。さあどうだ、これはビブナシにボールが渡ってさあヒールでつなぎます。さあこれは冷静につないでくるのはビブナシチーム、余裕があります。さあ黄色のカットがどうだ、これはこぼれたのはビブナシにこぼれたか、ビブナシにこぼれた。さあ広げて中央を使う。さあシュートはどうだ、これはキーパー対応。さあこぼれは決めてきた、ナイスゴール。さあ後半ガチ3戦目。さあ超ボール預けて、はいよいしょっと。さあこれは浮き球使ってこれが通った。さあ折り返しシュートは打てないか、これは打てない。さあ三好がここでボールを受けます。さあ前にボールを送って折り返しはどうだ、これはキーパーから行きましょう。さあキーパーボールから再開。さあこれ中央を使ってボストプレー、サイド預けてこれは送りますがディフェンス引っかかります。さあ縦にボール預けてキーパーはしっかり体を寄せているがこれも黄色フォローがあって取り切りました。さあ中央を使ってサイドにボールを広げます。さあ黄色はおっとこれが乱れてビブナシがボールを回収していきました。さあ中央を使ってサイドのボールを預けます。さあ黄色は前線からはめて取りたいところですがビブナシはうまくキーパーも使って作っていきます。さあこのポストを落としたのはつながらずに黄色が回収。さあ4対1の攻撃、これはしっかり決めないと。どうだシュートは決めてきた、ナイスゴール。これはしっかり決めてきました、ナイスゴールです。さあ真ん中からいきましょう。ではいきます。さあここで黄色が1対0とリードしております。さあ後ろから作っていきましょう。
さあ前線からはめてこれを押し込んでいきます。キーパーも使ってこれはなんとかエスケープ、ナイス見出し。さあ縦にボールを送ってこれは引っかかった、これは引っかかった。さあこれは冷静に後ろから作っていきます黄色チーム。さあビビナシははめてディフェンス取りたいところだが、ここで取り切ってボールを前につなぎたい。さあつながればあとはキーパーだけだが、これは流れていきます。先にキーパー次の方でいきます、キーパー次の方でいきます。キーパーボールからいきましょうか、キーパーボールからいきましょう。あざます、ではいきます、あざます。さあ1対0黄色が3戦目リードしております。さあビビナシはまずは1点欲しいところ、これは2枚ついてるがうまくボールを動かしてエスケープ。さあここで受け直し、さあうまくかわして前にドリブルだが、これは引っかかってビビナシが取り切りました。さあボール動かしてこれは縦に勝負を仕掛けますが、これは黄色ボールでいきましょう。さあこれはちょっと意図が合わなかったが、なんとか残した、なんとか残した、危ない危ない。さあ黄色中央で受けて縦にボールを送るが、これはビビナシがカット。さあビビナシはサイドにボールを預けて中央から深い位置はこれはしっかりカットしてました黄色チーム。さあラストは3分、ラストは3分。さあ近い位置から浮き球中央シュートはどうだ、これはキーパー対応。さあしかし狙ってたのはビビナシチーム、ナイスビビナシ。さあギロは近い位置から中央割って深い位置、さあこれは戻せればといったところ、これは残ってます、これは残ってます、これはライン上残ってます。さあ縦にボールをこれを出し切りました黄色ボールでいきましょう、ごめんなさい。さあビビナシは取り切ってまずは1点狙いたいところ、さあつながったどうだ、キーパーを動か、いやシュート、キーパー動かなかった、キーパー動かなかった、これはキーパーしっかり対応できていました。さあ黄色がここで取り切ってカウンター、どうだ、またいでまたいでシュートどうだ、これを押し込んだ、ナイス、よく押し込んだ、ナイスゴールです。で先にキーパー次の方でいきましょう、キーパー次の方でいきましょう。ではいきます。さあこの試合は2対0と黄色がリードしております。まずビブナシは1点ずつ返していきたいところ。さあ中央にボールが入ってうまくつながったか、これは出てない、これだ、キーパーボールからいきましょう。これはうまいポストボレーでしたが、これはつながらずにキーパーボールからいきます。さあ残りは1分半少々。さあ縦にボールを送って中央を使うが、これを狙ってたのはビブナシチーム。さあこれをうまくかわしてゴール前シュートは決めきれなかった、これは決めきれなかった。さあギラのキーパーから降りてきたところ使います。さあ縦に預けてうまくかわしてシュート決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴール。では真ん中ラリースタートでいきましょう、真ん中ラリースタートでいきます、はい、ありがとうございます。さあラストは1分、ここで3対0と点差が開いてしまいました。さあ中央を使って真ん中から流れ、これは出てない、これは出てない。さあ縦へのボールはどうだ、これはディフェンスがしっかりついてるがボールをうまく動かしてクロスをしっかりブロックしてコーナーでいきましょう。さあラストは1分弱、ラストは1分弱。さあコーナー近い位置からクロス送るがこれはどうだ、残った残った、危ない危ない、これは残った。さあ縦にボールを入れます。さあ中央どうだ、受けてシュートコースはあるか、これはしっかりブロック、危ない危ない。さあフォローがあります黄色チーム。さあ縦にドリブル仕掛けてこれはビブナシが取り切った。さあ2対2同数、さあうまく1人かわすがシュートコースはない。さあ中央をつけるが戻ってきたのは黄色チーム、戻っていたのは黄色チーム。さあ縦にボールを送って前を向きます。さあサイドにボールを送って折り返しはないか、これはしっかりディフェンス戻っています。さあ広げて黄色チーム、さあ前を向きます。さあこのシュート狙ってて、いやこれが入らない、これは狙ってました、これは今日ついたゴールですがこれは入りません。さあ残り時間はあとわずか、残り時間はあとわずか。さあビビナシがここでボールを受けてまずは1点欲しいところ、ビビナシはサイドにボールを広げます。さあ深い位置、これは流れました、キーパーボールでラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきます。さあサイドにボールを開いて中央を使います。さあ狙ってるのはビビナシチームですが、これはうまくターンして前を向きます。さあドリブル中央割ってサイド預けてシュートはこれはキーパーブロック。では本日もコサルのボニータにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の MVP 発表させていただきます。本日は、ガチの方から、
チームの中で一番声をかけて盛り上げてくれて、前半戦はラストギリギリのゴールも決めてくれたあなたに決定おめでとうございます。何か一言ありますか？初めて起こされる MVP ありがとうございます。また来てください。お願いします。面白くない。